今は呼ばない方がいいな。ありがとう、アンブロシア。アカシア、オークと来て、今度は何だ。おい、何があったんだ。アカシアになった仲間に襲われて、このザマさん。それだけじゃない。オーク族の奴ら、ウォルード軍の傘下にいたはずなのに、まるで誰かに操られてるみてえに、急に手のひらを返しやがって。まさかオーク族もアルテマに。仲間はみんな死んだ。俺たちの王も消えた。ウォルードはもうおしまいさ。俺は王のために国に尽くしてきたんだ。なのにあの方は俺たちを捨てた。畜生め。何が王だ、何が神だ。くだらねえ。あんた、ベアラーだよな。この状況で生きてるってことは、そうなんだろう。情けをかけると思って、俺の願いを聞いてくれないか。この指輪を、ある場所に埋めてほしい。わかった、何とかしよう。よかった、ありがとうよ。城壁を越えて王都へ向かう道中にカエラスの森ってところがある。そこに死んだ親父とおふくろの墓が、二人の指輪も眠ってるんだ。その墓に俺の指輪を埋めてくれ。せめて最後は家族と一緒に。言ったか。なんて巨大な城壁だ。これがストーンヒル関門。王都はここを越えた先だ。突破するぞ、ジョシュア。ああ、兄さん。
いけるな。平気だ。
休むか。大丈夫、先に進もう。
見えてきたよ。ドレイクスパイン、最後のマザークリスタルだ。
ここは一体何かの施設か。今はストーンヒルに向かおう。ああ、そうだな。この辺りにも死体がないな。灰の大陸に来てから死体を見たのはわずかだ。アカシアになって灰に化したということか。オーディタッチ。ヒュー。Thank you.
任せた。
あの兵士が言ってたのはこの墓のようだ。お前の願い通り指輪を埋めた。家族と一緒に安らかに眠れ。
ジョシュア、もう少しでストーンヒルだ。うん、いよいよだね、兄さん。静かだね。王とストーンヒルにはアカシアどもが渦巻いているはず。ここからの道は城へと続く橋だけだ。逃げ道はない。覚悟はできてるよ。来たと思ったら、ビクトルのやつ。
野党が入り込んだのは砂漠に。どうにか倒したか。
そこか。最近の食事は？よう、クライブ。何を作る？また来いよ。敵の主ってところか。武器のようだな。そこか。
そこか。最近の食事は。よう、クライブ、何を作る？こいつなら敵なしだ。また来いよ。
帰ってきたと思ったら。海が割れるなんて、どんな戦いだったんだ。やめ！バカした！最後まで！やめ！よし！ホルガ！やめ！暴れ！
ないぞ。おう、ティアス。やるぞ。わかった。ティアだ。いや、クライブ、何が欲しいんだい。持ってきな。また来ないよ。
行くぞ。なんだよ。